こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は埼玉県さいたま市、さいたま新都心駅、大宮操車場にやってきました。長い編成の呼気を見ることができますが、先頭に EH500 型、さまざまな貨物列車が時間調整などのために停車をしたりするわけですが、ちょっと見慣れない車両があります。コンテナとコンテナの間から失礼していますが、反射板の取り付けられた車両、本当は呼気が移動してくれればいいのですが、そんなに都合よく行きませんと思ったら、都合よく出発をしてくれそうです。八高線高崎駒川間で活躍しますキハ110系、正面2両の車両が見えますが、キハ111型204とキハ112型の204、製造は1995年、新潟ということになっていますが、ちょっと貨物列車がたくさんやってきてしまいました。この奥にももう1編成、完全に塞がれてしまいました。高崎地区で約27年間活躍している車両ということですが、現在は群馬車両センター所属。今回こちらキハ110系2両は点検検査のために群馬車両センターから郡山総合車両センターに向かいます。群馬車両センターに配置されていますキハ110系、大掛かりな検査などはすべて郡山で行われるということで、本日配給。群馬車両センターには正面のキハ110系21両の車両が配置されていますが、キハ111型とキハ112型の2両組み合わせ、204から209ということで12両配置。その他の車両はキハ110型ということで9両配置、合計21両となっています。配給ルートは後ほど説明しようと思いますが、正面に貨物列車が停車しています。見ることができませんので、他の駅で見ていきたいと思います。群馬車両センターから郡山に向かうルート、おおむね2つ考えられます。1つは両毛線を使いまして小山へ、その先宇都宮線東北線と入りまして郡山に向かうルート、そしてもう一つが群馬車両センターを出発しまして高崎線で大宮に向かいます。大宮で進行方向を変えなければ宇都宮線東北本線へ入ることはできません。機関車交換はとても手間がかかる作業ということで、使われる運行経路としまして大宮から田端に向かいます。その先常磐線を経由しまして武蔵野線、西浦和支線から大宮操車場に到着。先ほど見ることができましたが、その先再度大宮に向かいます。そして宇都宮線東北本線で郡山に向かうんではないかなと思います。毎回同じルートを使うということではなく、日によって変わるようですが、今回は大宮操車場で見ることができました。この先の運行経路にあたりますこちらの駅、宇都宮線の久喜駅です。列車が通過しますという放送が入っていますので、先ほど見ることができた配給列車ではないかなと思います。と思ったら EH500 型が牽引します呼気、高速で通過します。先ほどの配給の話に戻りますが、本日は武蔵野線をぐるっと一周しています。武蔵野線から西浦和支線に沿線します武蔵浦和駅で一度見ていますので、ご覧になってください。
はい、ということで武蔵浦和にやってきました。この後配給は南浦和方面から武蔵浦和駅を通過しまして、西浦和支線、そして大宮方向を目指すこととなります。ただいま武蔵野線府中本町行きが出発をしてきますが、この先西浦和北朝霞方面に進みます。ということでまっすぐ行っていますが、この後の配給西浦和支線に入るということで左に転線。先ほどは本線信号が青となっていましたが、浦和支線でという信号が青に変わりました。そしてポイントも左方向を向いています。ご覧になっていただいたと思いますが、遠くに EF81 型確認することができます。1番線2番線ではなくホームのない線路に入りました。久喜駅に停車するんですかね。はい、ということで到着です。後ろの車両がキハ111の204。本日も JR 号車札は特にありませんが、それでは前の車両キハ112の204、すべてカーテンの方は閉まっていますので車内の様子伺うことはできません。こちら黄色い線となっていますので、これ以上先に進むことはしませんが、今回の配給担当電気機関車、長岡車両センター所属 EF81 型134号機。何度か紹介の方してるかもしれませんが、製造は日立で1976年、新生配置は酒田で、その後長岡、青森、そして現在長岡車両センターとなっています。寝台特急北陸号や曙号、さらには白鶴号の先頭にも立っていましたので、馴染みの深い電気機関車ということで、ゆっくり出発です。エンジンがかかってない機動車が動いている姿、ちょっと違和感がありましたが、郡山の方に向けて出発をしてきました。この後もう少し追いかけようかなと思ったんですが、残念ながら予定があります。引き続きいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして先ほどキハ110系郡山に向かっていますが、いずれは戻ってくると思います。また見れたらなと思います。今回は特急スペーシアの新型車両 N100 系を見ながら失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。